皆様ようこそお越しくださいました前期と申します。今回ご紹介させていただきますのはことぶき屋さんから発売されておりますことぶき屋ショップ限定簡単引き下げ屋サナちゃんでございます。まず皆さんサナちゃんってご存知でしょうか。私も過分にして存じ上げなかったんですけれども、実はこのキットの名前といいますか、このサナちゃんというのの存在を知ったのは去年ぐらいに発売になりました、同じことぶき屋さんの総裁少女庭園で発売になりましたことぶきぶき子ですね。知らない方は、何のこっちゃと思われるかもしれないので、ちょっと現物をご覧いただきますけれども、こちらが総裁少女庭園で発売になったことぶきぶき子のキットになります。このことぶきぶき子の持っているスクールバッグについている、このキーホルダーですね。この子。これが簡単ヘキサギアサナちゃんになります。ちなみにこのパーツっていうのはフレッシュカラー一色の成型色だったので、この服の赤いところとかヘキサジョイントのオレンジのところとかチミチミ塗ったんですけれども、このサナちゃんが今回晴れて単独のキットとして発売となりました。おそらくヘキサギアのマスコットキャラクターっていう扱いだと思うんですけれども、もう早速パッケージご紹介してまいります。正面がこんな感じになっておりまして、まあ私も数は5つ6つぐらいなんですけども、ヘキサギアのキット持ってますけれども、今回女の子がモチーフということもあったのか、めちゃめちゃゴージャスと言いますか、アディアかなパッケージイラストとなっております。でも真ん中のこのサナちゃんのイラストのこの脱力感がいいですよね。で、輪郭にこの金の発光紙でヘキサギアの多分キットいくつか持っていらっしゃる方はこのシルエットでも分かると思いますけども、いくつもこんな風に各キットのシルエットが発光して描かれております。で、箱はご覧いただいておりますとおりかなり小さめです。イメージとしてはフレームアームズガールのハンドスケールぐらいの箱の大きさですね。で、正面がこんな感じになっておりまして、まず左側の側面がこちら塗装済み完成品って、まあ、サナちゃん表情集ってありますけども、笑顔とか通常顔、ドヤ顔、でこちらイヤーン顔、いいですね、このネーミングセンス。で、反対側がこちら内容物ですね、オプションと書いてありますけども、専用の展示ベースとか、ここにヘキサジョイント、なんかニコちゃんマークみたいになってますけども、かなりあります。で、下がアーカイブカードと、これがインフォメーションとかそういったことが書いてあって、背面がこちらガバナーと合わせるとこのぐらいのサイズ感っていうのはあるんですけれども、なんか本当に愛され癒し系のキャラクター、そんなデザインになっていると思います。で、下が注意書きですね。では中身の方もご紹介していきたいと思います。まあ、正直ヘキサギアの世界観に借りてかなり浮いてるという、あ、こちらここにすべおまって書いてあります。何のこっちゃわからないので、ご存知の方はぜひコメントで教えてください。まあ、このヘキサギアの世界観っていうのはどちらかというとハードなサイバーの世界観なんで、それでこのサナちゃんですからね、なかなか異質と言いますか、かなり目を引くキットだと思います。で、まずこちらが側面にありましたカードですねめちゃめちゃ可愛いですよね。反対側がこんな感じで、右下にサナちゃんの紹介文が載っております。メッキーとか言ってなんか壊してませんかねこれで、まあ、説明書をしまして、パーツ類としましては大きく2袋ですね。まずこちら、これまあここのところは黒く塗りたいですけども、オレンジっぽいものと白と、でこれが衣装のドレスの部分ですかね。こちらのクリアパーツの展示ベースがあります。で、もう一つこちらが頭髪パーツとフレッシュカラーのお顔のパーツ、デカルトは付属してませんので、こういったところはちみちみと塗装して完成させようと思っております。で、こちらが作り方の説明書、簡単ヘキサギアサナちゃん。まあ、可愛いことに間違いはないんですけども、背景の雰囲気と比べてかなり浮いてるデザインですよね。で、まず1ページ目開きますと、こちら注意書きがありまして、もう1ページ開きますと、こちらが簡単ヘキサギアサナちゃんパーツリスト。まあ、オンリーワンのキットなので余剰パーツがないのもいいですし、全体的な分量も少なめなので、かなりお手軽に作れると思います。で、そのピンセル内側から作成が始まりまして、まずはこちら、フェイスパーツの組み立て。笑顔、通常顔、ドヤ顔、イヤン顔がありまして、頭部の組み立て。ただ、頭部につきましてはそこそこ大きさがあるので、フレームアームズガールとか、女神デバイス、そのぐらいの作業手順となっております。で、胴体の組み立てがありまして、次のページで、右腕と左腕。で、右足と左足。めっちゃ簡単作れますね。で、ボールジョイントに接続して下半身の組み立て。で、こちら、サナちゃんの組み立てで、スカートを履かせて、両腕を取り付けて、頭部を接続して、サナちゃんの完成。で、展示ベースの組み立てと、ヘキサグラムちゃん。これヘキサグラムちゃんって言うんですね。の持たせ方とか、展示ベースの使用方法が書いてあります。で、最後のページが、こちら、サナちゃんの紹介ですね。これは先ほどのカードにあったのと同じものです。やっぱりこの、メキーっていうのがなんかどうしても目引きますね。で、下の方にカラーガイドがあります。まあ、せっかくなので、この目のところとか口のところ、ドレスの部分を成型色そのままにしてますけども、こういったサナちゃんとかヘキサグラムちゃんのお顔についたきちんと黒く塗装して完成させようと思っております。説明書以上、こんな感じですね。では、早速組み立てて、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。でその前にですね、パッケージを開封するときに蓋のベロの部分、ここですね、ここに書いてあるこのすべおまなんですけれども、これもしかしたらすべておまかせの略かなんかですかね。実際調べたわけではないんですけれども、なんとなくそんな気がしております。ではキットの方なんですけれども、今サナちゃんこんな足なので当然自立ができません。ですので食玩ベースを使って今仮に立たせております。で塗装の方なんですけれども、これもパーツの段階でご紹介しましたフェイスパーツの目のところですとか、これちっこいヘキサグラムちゃんとか、こういったところに墨入れっぽくラインを入れたのと、あとは分かりにくいかもしれませんが、サナちゃん本体のこの袖の部分ですね、赤と言いますかオレンジの肩のところと、このフレッシュカラーの間の白いところ、この白い部分だけ塗装してあります。あとはなんとなく可能な限り合わせ目を消して艶消しのトップコートを吹いてあります。では付属品や交換パーツからご紹介してまいります。まずは左側の方、展示ベース、こちらですね。このキット本体の視認性を阻害しにくいクリアな展示ベースっていうのもいいんですけれども、ただ今回サナちゃん、先ほどターンテーブルでご覧いただいてもお分かりいただきました通り、 3mm の接続する場所っていうのが後頭部にありまして、実際この展示ベース、こういったアーチを描いたものなんですけれども、こうやって目いっぱいまっすぐにしないとサナちゃんの後頭部まで届きません。まあ結構それでもギリギリの高さなんですけれども、どう見ても自立できないキットなので、こういったベースが同梱されるっていうのは嬉しいですよね。続きましてフェイスパーツ、今本体についてますが通常顔、それ以外に3種類。まずこちらの方が笑顔のものですね。まあこれだけ見ると何やよわからんですけども、口のところは別パーツでカラーが再現されておりまして、この眉毛のところと目のところ、ここがレリーフでくぼんでましたので私の方で塗装した箇所になります。でこちらがドヤ顔、いい感じですよね。で最後こちらがイヤン顔になります。まあ、先ほどターンテーブルで4種類全部ご覧いただきましたけれども、やっぱり個人的にはこのドヤ顔がなんかサナちゃんっぽくていいなと、まあ、あまりキャラクターの設定のこと分かってないんですけども、なんとなくこの顔が一番似合うかなって気がしております。以上、フェイスパーツは合計4種類が付属します。次に右奥ですけれども、このパーツですね、これは何かと言いますと、今サナちゃん、こんな感じの後頭部になってまして、ここの部分ですね、この 3mm のピンが刺さっているところの土台の髪の毛の部分、ちょっと一回取り外しますけども、今こんな感じのぴょろんとした髪の毛で、こういった穴が開いているもの。今ちょっとピン抜いた関係でちょっと出ちゃいましたけども、グッと押し込んでこんな感じですね。で、ここの部分を交換するものになります。まずこちらが、ぴょんと髪の毛が跳ねてるんですけども、ピン穴がないもの。で、こちらが、ぴょんと跳ねてなくて、ピン穴があるもの。要はフラットなものですね。で、このフラットなんだけども、ピン穴がないっていうものはありません。ですので、ピン穴のあるものにつきましては、フラットなものと髪が跳ねてるもの。で、ピン穴のないものは、髪が跳ねてるものと、合計3種類になっております。まあ、そうは言いましても、ピン穴ないと自立できないので、まあ、ヘキサギアの何かに乗せるっていうことであれば、こういったピン穴なしのものもあってもいいかなと、こんな感じで用途に合わせて選択できるような、まあ、言うなれば後頭部パーツといいますか、ピン穴部分の交換パーツになります。次にその手前、こちらですね。これはそれぞれ右腕と左腕なんですけれども、今つけてるものは普通に手のひらが平べったいんですけども、こちらの先っちょが 3mm ピンになっているもの、ここの部分にはこちらのヘキサグラムちゃん、こちらですね、反対側にピン穴がありまして、ここにこんな風に差し込んで、この腕ごと交換することによって、手にヘキサグラムちゃんを持たすことができるようになっております。こちらの腕が左右一対と、これがついでにご紹介しますと、ヘキサグラムちゃんですね。この目の口のところだけ、墨入れというか、色を入れてあります。サナちゃんだけじゃなくて、これもヘキサグラムちゃんという名前があるのがいいですよね。では簡単ヘキサギアサナちゃん、改めてご紹介してまいりますが、その前に軽く大きさの比較もしたいと思います。まあ、先ほどガバナーのローズと一緒に立たせたので、なんとなく大きさの違いはお分かりいただけると思いますけども、改めて横に並べますとこんな感じになっておりまして、ついでないで反対側にハンドスケールのゴーライ並べますとこんな感じになっておりまして、今サナちゃん、食玩ベースの関係で 4-5 ミリほど宙に浮いた状態の位置にいるんですけれども、それと比べてみてもかなり小さいキットだというのがお分かりいただけると思います。でもってこんな等身ですからね。先ほどターンテーブルではレイブルドインプラスを使用しましたけども、それ以外のヘキサギアのロボットとかメカキットを乗せるっていう時にはどうしたらいいんだろうってちょっと悩みます。では改めまして、サナちゃん本体ご紹介してまいります。一旦この後頭部に刺さっております、食玩ベースの台座を外しておきまして、手を取りますと、こんな感じで、本当にちっちゃくてコンパクトで、それで非常に可愛らしいデザインとなっております。では上の方から順に可動も含めてご紹介してまいります。まず頭部、お顔はこんな感じになっておりまして、これが通常顔ですね。この口が V 字になっているところが非常に可愛らしいんじゃないでしょうか。で、頭にこのサと書いたサナちゃんのサですね、の髪飾りがあります。ここも、このサの文字のところは私の方で色を入れたところになります。後ろから見るとこんな感じになっておりまして、ここの部分が先ほどお話ししたピン穴があるものとかないものとか交換することができるパーツになります。で、頭部につきましては、頭部の内部の方に球体のパーツがありまして、首の軸が刺さっているボール状の構造となっております。まあ、これ若干今クリアランスも起きるために少し首の部分浮いてるんですけども、この状態で前とか、後ろとか。で、
ぐるぐる回したりということができるようになっております。まあこの頭ですからね、あんまグリグリ動くわけではないんですけれども、まあちゃんとこう左右がくるくる向けたり、多少こうかしけることができるっていうのは、オーナーの子らしい可愛らしいポージングを取らせるには十分だと思います。で、胴体ですけども、まずこの腕ですね。腕につきましては肩のところはボールジョイントになっております。ちょっとこの状態は分かりにくいんですけども、この位置でグリグリと角度を変えることができるようになっております。で、この白い袖の部分、これが私が塗装したところですね。まあ、主だったカラーとしてはこの目の黒いところとこの袖口の白いところ、ここだけ塗装してあります。で、腕を前に持ってきて、で、このハンドパーツというか腕パーツ、フレッシュのパーツについた軸接続なので、先ほどご紹介したヘキサグラムちゃんをつけるハンドパーツと交換したり、この状態でもこう、手のひらの向きをくる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 回して角度を変えることができるようになっております。で、胴体ですけども、このウエストの部分、ここにロールがあって、ここでぐる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 スカートの部分回すことができます。前後の可動とかはないですね。で、下の方から失礼しまして、脚部ですけれども、足はズドーンと1本こんな感じになっておりまして、このおパンツのところですね、ここがボールジョイントになってます。ここで前後にこんな風にずらすと、走っている状態とか、あるいはこう足を揃えて立っているとか、外側にこう開いて仁王立ちなんてこともできるようになっております。まあ、スカート履いてる可愛い女の子ですからね。まあ、こう足を揃えて立たせておくか、前後にこうずらして、先ほどのイアン顔をつけて、で、手を前に出して、キャーみたいな感じで逃げてるポージングとかも非常に可愛らしいんじゃないでしょうか。全体的に、まあ、見てわかります通り、非常にパーツ数も少なくって、まあ、袖口の白は塗装しましたけれども、この襟の白いところとかは成型色で分けられたりしますので、私みたいな塗装がそう得意じゃない人間でも、特にこの目とか口っていうのはこの部分、くぼんでますので、非常に塗装は簡単です。あ、ちなみにこのパーツ ABS 製ですので、塗装する際には浸食して割らないように選ぶ塗料に注意が必要です。まあそういったちょこちょこと塗装が必要な箇所は、まあ多少あるとはいえ、作成するのは非常に簡単ですし、何より非常に表情豊かなベースパーツもあって、簡単ヘキサギアという名前はありますけれども、特にそういったことにこだわらずに、普通にこのちっちゃい女の子のフィギュアキットとして、机の上とかにちょんと飾っておいても邪魔にもなりませんし、何よりこの可愛らしいお顔、ポージングといいますか可動の範囲というのは、さすがにこの等身では限られてはいるんですけれども、前日ご紹介したハンドスケールのキットとかと一緒に並べて飾っておいても、全く邪魔にもならず、それでいてこのディフォルメされた可愛らしい小顔っていうのは、なかなか見栄えのいいプラキットじゃないかななんていうふうに思います。ちょっと難しいですけど、こちらの方に目線とかをいただいておきまして、簡単ヘキサギアサナちゃんはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました簡単ヘキサギアサナちゃん、いかがでしたでしょうか。まあパーツの総量からいきまして、作るのは非常に簡単というのは分かってはいましたし、実際作ってみますと思っていた以上に小さいんですけれども、何よりこの特徴的な表情パーツも豊富にあるものですから、机の脇にちょんと置いておくだけでもかなりの存在感を放っています。一応後頭部にピン穴があって、展示ベースに挿して置いて飾っておくっていう前提のキットではありますけれども、お好きな方はガッチガチに接着してチェーンとかくっつけてキーホルダーなんかにしてもいいかななんて思います。あとは追加で塗装すべきところですね。ドレスの袖口の白っていうのは、底の部分は赤いドレスだっていうふうに割り切ってしまえば特に塗る必要もないと思いますし、髪飾りのサとかヒキサグラムちゃんとか、あとはフェイスパーツの目とか眉毛の黒いラインですね。ここは先ほどもお話しした通り、一段低いレリーフといいますか溝になっているものですから、水性塗料とかあるいはマーカーか何かで塗ってもいいんじゃないかななんて思います。結構お手軽に塗装すること可能です。それさえやれば非常に可愛らしいサナちゃん、サクッと組み立てることができます。で、今改めてこの簡単ヘキサギアサナちゃんのキットを調べて分かったことなんですけれども、これヘキサギア6周年記念のキャンペーンのキットなんですね。冒頭でご紹介しなかったんですけれども、トレーディングカード第7弾が全8種類の中から1種類ランダムで封入されているようです。ちなみに私の場合こちらアーリーガバナーですね、このトレーディングカードが入っておりました。まあ、ヘキサギはよくわかんないんですけども、少なくとも女性が購入されていたという時点で私は非常に満足です。で、今回のこのキットなんですけども、ことぶき屋さんのショップ限定ではありますけれども、現時点でもまだショップさんの方に在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、ヘキサギアがお好きな方、ぜひことぶき屋さんの公式ショップの方を訪れてご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。